では、初日6レース走られます愛知112期の坂口裕香選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年の第1回パールカップは3着という結果でしたけども、まあ、アクシデント、まず接触などあったと思いますけども、振り返っていかがですか？まあ、本当に去年のパールカップは外枠スタートが多かったので、まあ、それを踏まえてやっぱ外枠じゃチャンスがないなっていうのが去年の一つ思ったことだったんで、今年1年しっかりと、まあ、去年終わった時点からちゃんと積み上げて選考順位上位で選ばれるようにっていう目標でやってきたの で結果的に選考順位2位で選ばれて内枠を得ることができたので、そこが一番勝ちに近いと思うので、まあ、しっかりとできることをして一歩一歩上に行きたいと思います。まあ、トリデのガルコレを取られて、あとこの後はオールガールズは準決勝で敗退された後は今3場所連続完全優勝という形で来てますけども、状態面いかがですか？久留米のオールガールズが終わってからすごくその開催は自分の弱さが出た開催でやったんですけど、まあ、それ終わってすごく落ち込んでしまって、まあ、でもなんとかこのままじゃダメだっていう気持ちでしっかりと壁を越えないと G1 優勝もできないと思ってしっかりとそこは乗り越えたので、まあ、本来自分の強いメンタルも戻ってきたので、ここでしっかりと披露できるように頑張ります。で、今回は優勝するぞと。そうですね、まあ、もちろん今まではあんまり欲を出さないようにしてたんですけど、やっぱり言ってこそ叶うと思うので、まあ、G1 優勝を頭に浮かべながら自分が勝った時のことをイメージしながら今回は頑張りたいと思います。では最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、いつもありがとうございます。しっかりと一戦一戦勝ち抜いて決勝に進んで G1 優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。